開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、この自分のことを責めてしまうという人にですね、私もかつてはめちゃめちゃ責めまくってたんですけども、だから俺がいない方がいいんだとか、自分がやんなきゃよかったとかですね、だから自分はこの会社じゃ無理なんだみたいにですね、失敗するたびに自分をもう強烈にこう責めまくってたんですね。で、そのところをどうすればいいかというところなんですけども、例えばですね、捉え方として自分がそれを失敗しちゃった、それを自分で責めてしまう。じゃあ仮にですね、仕事でミスをしましたとか、なんか自分の責任で子供を大怪我させちゃったとか、やった時に、あ、親として失敗だとか、社員としてダメだとか、上司として俺はダメなんだと思ってしまう時の、そのような出来事をですね、誰か、自分じゃなくて、自分じゃない誰かさんが、友達がやったとかね、別の社員がやったと言った、その失敗に対して、何日も何日も何日もその相手を責めまくるのかなと、自分がね、とか、ある親御さんがね、ママ友とかお友達がね、子供に対して、そのママ友の不注意で、そのお子さん、自分、そのママ友のお子さんに大怪我させてしまったと。そのママ友に対して、あなたは愛だったらどう接しますか？そのママ友に対して、社員さんに対して、社員さんが失敗しました。ミスをしました。その社員さんに対してどういうふうに接しますか？責める方向ではなくて、愛で、自分が愛を拡大したら、どういうふうにその社員さんに接しますか？ママ友に接しますか？って言ったら、このママ友さんがね、居心地が良くなるように、いや、あんたのせいじゃない、みんなね、ありうるから、みたいにこう、アドバイスをしたり、社員さんがよりこう元気になるようにね、いや、大丈夫、大丈夫、みんなでフォローするから、みたいに、自分が愛だとしたら、そういうふうにアドバイスするじゃないですか。みたいに、今度自分がこっちの失敗した立場だったとして、こちらの誰かさんが、この子供を怪我させちゃったとかね、こちらの人がね、こちらである自分が、仕事で失敗したって言った時に、その責めまくるんではなくって、自分自身をここに置いておきながら、別の自分自身が、その失敗した、ミスをした、子供を怪我させちゃった、仕事で失敗をした自分に、愛だったら、愛の大きな私だったら、こっちの失敗した私にどういう言葉がけをするかなっていうふうにしてあげてみてください。で、ともすると、自分自身を責め立てるときに、何日も何日もずっとこう、ダメな方向、毎朝起きるたんびにこう思っちゃうみたいなことあると思うんですけども、毎朝起きるたんびにそのね、失敗した相手に責めまくるかといったら、そうしないじゃないですか。みたいに、皆さんが、この自分の外の大きな別の愛の大きい自分を作ってあげて、その大きな自分が失敗した自分自身にこう慰めるとかね、アドバイスを、愛ある言葉をかけるというふうにしていただければ、皆さん自身が愛の大きな自分を作っていくので、そういうふうにして、自分を責めるということをやめるというよりも、より大きな愛を作るための自分をやってあげると。で、失敗、何か失敗しちゃった、ミスをしちゃった時に、あ、この事件、この出来事を通して、私の愛を大きくしようというふうに、一人芝居をね、やっていただければ、失敗責めるっていう周波数のフォトンに愛をかける、響かせる、寄り添いをするっていう、大きな振動数の高い、エネルギーの高い愛をかけるので、失敗しちゃった、ミスした自分を責めるって振動数が上がりますので、そういうふうにやってですね、自分を責めることをやめようというよりも、責めちゃう自分に対して、失敗した自分に対して、愛の大きな私が慰めるということをやってね、ぜひそういうふうにしてあげれば、誰か別の人が本当にリアルにミスった時にも、愛の大きなあなたが愛、大丈夫だよ、みんなでフォローするからというふうにできます。で、やってあげると、本当にこう、みんなで協力し合って、本当に素敵なね、職場ができたり、家庭ができたり、その周波数が広がっていくことで、地球ももう素粒子なので、地球がね、この優しく寄り添うという周波数になっていきますので、そうやって皆さんが、愛を拡大していくという形でね、自分を責めることなく、拡大していくと、愛を拡大するということをやっていきましょう。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。エネルギーをどんどん動かしたいという方は、開花2でセミナーのご案内を、こちらにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録は、こちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。